歴史的な建築物を保存するかどうかで論争となった旧東京中央郵便局、当時、鳩山総務大臣はこう例えて保存を訴えていました、時は焼き鳥にしないで剥製として残してほしい、これが功を奏し、跡地にこんな超高層タワーが完成しました。 東京駅の赤レンガと対照的なこちら、かつての面影を残した白い郵便局が38階建ての超高層ビルと一体になりました JP タワーは、かつての郵便局舎を一部保存し、中央郵便局や商業施設のほか、観光情報センターなどが設置されます。こののの部分は2009年ににに当時時鳩山総務大臣が、時を焼き取りにするようなものだと解体に反対したため、 保存する壁面が当初の倍程度に拡大し、現在文化財の指定を目指しています。一方、8階から上は賃貸オフィスとなります。日本郵政は大阪や名古屋でも中央郵便局の再開発を行い、不動産事業を新たな収益源にする狙いです。